シチリアの旗1946年のシチリア独立、運動で用いられた旗トリナクリアは、シチリアの別名、また、シチリアの象徴であり、シチリアの旗にも描かれているトリスケルの別名。トリナクリアという語は、三角を意味し、これは、シチリア島の形を指している。1282年に始まるシチリア万島戦争を経て、シチリア王国が、シチリア島と、 イタリア半島南部の領土に分裂し、1302年のカルタベロッタの和訳で2つのシチリア王国の平尊が固定化した後、シチリア島側の王国ではトリナクリア王の称号が用いられるようになった。一方、半島側の王国はナポリオ王国と呼ばれるようになった。シチリア万島戦争が断続的に続く間、トリナクリアの王領は次々に貴族へ譲渡された。 結果として、貴族の権力は、ナポリ王国よりも拡大した。1342年にアングオ・ピエトロ2世が没し、妖道をルイージが即位すると、摂政の推薦をめぐりアラゴン系貴族と、在来貴族が戦闘し、後者が勝利した。しかし両派は以後同化していった。この頃の三大貴族が、ベンティミーリアや、キアラモンテ家、パッサーネト家であった。ベンティミイリア家は、 キアラ・モンテ家との流血抗争に敗北して一時亡命し、ナポリ王国のアンジュと同盟した。ルイージュの王位を継承したフェデリーコ三世は、キアラ・モンテ家の先導する反乱とナポリ王国軍の攻撃に苦しめられ、ナポリ女王ジョ序盤な一世とローマ教皇グレゴリウス十一世に、服属する講和を結び、シチリア版島戦争の交戦状態を終結させた。ありがとうございます。